やめてやめて食べちゃうぞあれ隣のクラスのアスナガコちゃん、あ、ヤネスケくん、やめろお前ナガコちゃん大丈夫？ヤネスケくん前から好きでした、付き合ってください。おい男女交際が禁止だぞ。おい離れろ。これは生徒指導だな。あれ何？私男なんだけど。ヤネスケくん、私もずっと好きだったの、付き合おう。大丈夫です。うわあ、何すんだよ。あんたも少しは家の手伝いしなさい。宿題もやりなさい。ほら、なんで洗濯物畳みながら宿題やらなきゃいけねえんだよ。ん？もはや人間？最新の人型お手伝いロボット。人間の皆さん、こんにちは。掃除や洗濯、あらゆる家事を代行してくれるお手伝いロボ。実はこんな一面も。やめて、恥ずかしい。これだ。お母さん、渡したいものがあるんだけど。ん？何何？マッサージ無料券？どうして？いつもお世話になってるから、そのお礼だよ。やめちゃん、ありがとう。もう私に似て心が綺麗な息子だわ、本当に。どこか凝ってる箇所などございますか？目と鼻とへそとかかとと全身ですね。じゃあまずは眠たくなるツボを押していきます。あと膝裏とくるぶしと耳たぶと、あとまつげとすね毛と。マッサージも必要ないぐらい頑丈な体にしてやるよ。私の名前はキッパー、ヤネスケ様にお仕えする人型ロボットです。よろしくね、キッパー。次の相手、一体誰なんだ？本日のヤネスケの対戦相手は、こいつ！あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト！あい！パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。おやの、はい、逃がさねえぞ。
最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。それじゃあ全員揃ったな。先生、私服ダッサ。黙れ、ほら早く乗れ。じゅうじゅうみんな、ほら早く帰れ。ほらほら、さっさと帰れ。ダッサじゃねえ、お前早く帰れ。おいしょ。で、おじさん誰？カメラマンだよ。今日は写真をいっぱい撮ってあげるからね。それじゃあみんな出発するぞ。あーと、その前にお菓子チェックをします。持ってるお菓子を回り出せ。はい、じゃあみんなよろしく。明日の約束、お菓子は300円まで。ガムは持ち込み禁止だからな。はーい。まずはキータだ。まさか300円超えてたりしないだろうな。はい、絶対超えてません。そっか、じゃあ一つずつ計算していくぞ。1 2 3 57 58 59 60 61。5円チョコが61個、合計305円。おかしいな、おかしいな。いや、セールで買ったので1つ4円だった気が。いいわけするな、全部出しな。あ、次ユート。僕は持ってきてません。ふーん、そっか。なんだこのタバコみたいなお菓子は。ボッシュ。次、ゴンジュリ。はい。バナナはおやつに入りません。ボッシュ。次、ヤネスケ。はい。はい、注目。これはガムだよな。ハイチュウはガムではありません。はぁ、これはどう見てもガムだろ。チューイングキャンディーは柔らかくて噛んで消化吸収できる飴ですが、チューイングガムは天然樹脂でできているため消化吸収できないという違いがあります。うん、先生は味のないガムみたいにつまらない人生を送ってるからこんなこともわからないんですよ。うるさい。先生がガムって言ったらガムやんじゃん。マッシーだ。おい、言えばはハイチュウ。トイレ休憩の時間です。12時にはバスに集合するように。1秒でも遅れたら出発するからな。ヤネスケ、一緒にトイレ行こう。トイレぐらい一人で行ってこいよ。いいから、ついてきて。ヤネスケ、待ってて。まだ？もうバスの時間遅れるって。ヤネスケ、キータ、残念ながら1秒過ぎました。出発します。ちょっと待って。
じゃあもう帰ろっか。やだ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 。あ、そうだ、ヒッチハイクしてみる。はい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 、誰か乗せてください。もうダメだ、遠足行けないよ。俺もヒッチハイク手伝ってやるよ。今からヒッチハイクしても間に合わないよ。まずは近くを飛んでるヘリコプターを日本列島上空に仕込んであるレーダーで確認する。ヘリコプターの位置を確認し、 SOS を意味するモールス信号を出せば。ほら聞いた、乗るぞ。でかすぎ。はい、到着だ。残念ながら2人ほど来れなかったが、みんなで楽しもう。先生、遅いですよ。なんでお前がいるんだ。はい、じゃあレクの時間です。今日は大縄跳びをします。イエーイ。子供は体力が大事だからな。10回、100回、いや、1000回跳べるまでお昼ご飯なし。1000回。頑張れ、頑張れ、いけ。それじゃあ、よーい、スタート。よーし、行くぞ。頑張れ。行くぞ。早く飛べ。おい、誰だよ。今のはユウトだろ。キータのせいだろ。お前だろ。こんなんじゃいつまでたっても犬が止められないね。みんな一回集合だ。いいか、お前ら。コンジュリー。はい。オーナーに入るには思い切りが大切だ。失敗してもいいから全力で入ってこい。ライダー。ユウト。はい。オーナーでは姿勢をまっすぐ保つことも大切だ。そこを意識すればジャンプ力ももっと上がる。ラジャー。キータ。はい。オーナー中に鼻をほじるのはやめてくれ。集中しろ。ブラジャー。エンジンは。ラジャー。みんなで協力すれば旋回なんて夢じゃない。頑張るぞ。ああ。なんだお前ら、さっきのふぬけた幼女から変わったな。行くぞ。コンジュリ、行け。とりゃー。1、2、3、4、5。姿勢を正しく一定のリズムで。ラジャー。990、もう少しだ。頑張れ。995、996、997、999。あー、ごめん、手が疲れて離しちゃった。攻めよくも。おい、なんだお前ら、やめろー。なんだこれは。大縄ロボット完成。ちょっと誰か止めて。先生はずっとここでオーナーを回しといてください。我が名は無限ジャンプロボット。俺は天才小学生ヤネスケ。俺にできないものは何もない。だが、ではウロイの握力はいくつでしょうか。ヤネスケ答えてみろ。時代背景と原文から推測するに1054です。明日は水泳の授業があるから、この健康カードを埋めてくるように。なにやった水泳だ。水泳だけは大体大嫌いな。健康カードを埋めなきゃ欠席できる。大丈夫。何してんの。水泳の健康カードなら逃げようとしたの。この芋野郎が芋引いてんじゃないわよ。はい、じゃあ健康カードもらうぞ。はいはいはい、はい、じゃあクロールから練習するぞ。はい、よーい、
すいません。いいかよ、OK。クラウンっていうのはな、伸ばすときがな、一番伸びるんだよ。で、これが伸びる。これだ。できた。先生、健康カードが濡れそうなので、中に入れてみては。おお、そうだな。おい、アナスケ、お前ハンコもらってないじゃないか。変化だ。はーい。はい、もしもし。なんですって。はい、失礼します。ハンコ、私押したわよね。先生に怒られたんだけど。あ、うん、忘れてたんじゃない。じゃ、僕塗るね。すや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 。お前またハンコもらってないじゃん。すいません、本当はもらいたかったんですけど。うわー、プール入りたかったな。うわー、あー、すいません。あ、どうもすいません。みんな、ロブ、はい。お母さん？先に泳げるんですか？いやー、泳げる。キーコさん、今回もハンコ忘れては困りますよ。これでいいかしら。ラムセ君、もう次の授業頑張れ。八重ちゃん、今から私が臨時コーチよ。はい。え？いやいや、さすがにそれはお母さん。ああ、 みんな臨時コーチの担当だ。拍手。さあ皆さん、まずは 1000m 自由形よーい。授業は終わりです。明日も私が来るからね。おりゃ、おお、何してんだよ。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら、塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あら、そう。じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行くわよ。それ、はいはいはい。うわぁ、ほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。わぁ、すごい社会だ。なんだここ。はい。うわ、お待たせしました。バンカラ夏祭りよ。あ、ネスケ君のお母さん。でもバンカラってどういう意味だ。何やってんだよ、俺はもう帰る。何やってんですか、キンコさん。ここは学校の屋上ですよ。出てってください。いいから、みんな楽しくするわよ。まずはキーコ射的。私を倒せば豪華景品よ。すげー。やります、やります、やります、やります。楽しそう。先生見てみて。よし、もう一回だ。残念。次は俺の番だ。ずるいだろ。こうなったらできた。これで俺の勝利だ。おれ、うん、どうなってんだよ。はい、4発撃ったから400円です。ひどい。キーコ傾きよ。Thank you.
あえチーコボードリーチーコ輪投げそれブラーはぁ、そしたら最後はチーコすくいよチーコをすくったら豪華景品もらえまーすピチ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 はぁ、よしピチ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 あら壊れちゃったわね100円もうこんなの無理よ重いんだったら2人で力を合わせようおいやあらま破れちゃったわね600円おかしいだろこうなったらできたこのババアを捕まえろおりゃこんなんじゃ捕らえられないわよ私の解放者ねうぅぅやった俺たちの勝利だヤネちゃんやるじゃない私の負けよじゃあこの景品もらってももちろんだわお祭りじゃないやった私はこの夏祭りを通じて大人の汚さそして仲間の大切さを教えたかったのよお母さんみんなやったぞお母さんありがとうおいなんだこれ全部空じゃないかだから言ったじゃないこれはバンキシャの夏祭り全てが空っぽなのよあお財布がカラッカラだからバカラでも行こうかしらねハッピー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 みんなで make a good ride 洗濯物みたいなワイナーハッテーなになに息子で人儲けお小遣いはなしのバッナーハッテー